2回に分けて食べるのと3回に分けて食べるのだと方が痩せやすくなるわけですね。みんなで生きよう100年チャンネル。どうも梶原です。たがみんです。よろしくお願いします。先生、はい、私の母なんですけど、結構こうふくよかなんですよ。でダイエット毎回挑戦するんですけど、毎回のように挫折してるんですね。でそのたんびに、やっぱり年齢のせいだわみたいな、私結構行ってるから痩せにくいから仕方ないのよっていつも言い訳して、全然進んでないんですけど、なんか先生的にいい方法とか知らないですかね。あの私眼科医なんです。先生何でも知ってると思ってるんですよ。これ眼科チャンネルなんですけど、はい、眼科の話しないんですか。ね、皆さんね、そうでしょ、眼科の話も聞きますけど、先生は何でも知ってると思って。いやそんなことはないですけど、肥満は良くないですね、とにかくね。結局食べるエネルギー量と使うエネルギー量がバランスが取れてないと肥満になるわけですよね。まあ運動はしてくださいっていう話ですよね。カロリー使ってくださいってことだから。食べる方はね、美味しいものを気ままにそのままね食べてれば、それは太るんですよね。とにかく高カロリーでエネルギーになりそうなものを美味しいと感じるようになってるわけじゃないですか。はい、だからそのままね、その食欲が満たされるように食べてると必ず肥満になりますよね。だからどっかで自制しないといけないんですけど、脂肪をまず減らすのが一番大事ですよね。三大栄養素って何ですか。三大栄養素、ビタミン C。 違う。あ、タンパク質。そう、炭水から。ビタミン違うんですね。違います。え、なんだっけ。三大栄養素はタンパク質と、炭水化物と脂肪です。え、脂肪も三大栄養素なんですか。もちろんです。五大栄養素って知ってますか。五大栄養素プラス2つ、それにビタミンとミネラルですね。でね、三大栄養素までは、これ全部体にとってエネルギーになるものなんですよ。でもね、ビタミンとかミネラルっていうのはエネルギーにはならないです。体の中で起こる代謝を助けるのには絶対必要なものなんですけどね、それ自体がエネルギーにはならないですね。脂肪っていうのはね、効率がよく脂肪に変えられるんですよ。どういうことですか。要するにね、脂質って言われているものね、油ですよね。体の中に入った時にエネルギー密度がですね高いんですよ。何を言ってるかというと、同じグラム数食べてもですね、エネルギーになる熱量をねたくさん持ってるってことなんですね。例えばタンパク質と炭水化物はエネルギー密度っていうのがね、 1g あたりだいたい4キロカロリーぐらいなんですよ。でも脂肪はですね9キロカロリーぐらいあるんです、エネルギー密度がね。2倍じゃないですか。そうそう、だから非常に高エネルギーの食べ物ですっていうことなんですね。だからそれを食べたら2倍以上体にとってはエネルギーになるから、まあそれを余計に食べればそれ全部体の脂肪になっちゃいますよってことですよね。要するにカロリーが高いってことですよ。ね、脂肪を多く取ってタンパク質とか食物繊維を非常に少なく取ってるっていうことなんですね。まあ先進国はみんなそうだと思いますけど、だからまずね、脂肪を減らさないといけないんですよ、これ。いろんなやり方あると思いますけど、例えば牛肉とかね、そういうんでもですよ、霜降りのような肉は避けて、まあ、赤身にするとかですね、それから牛肉とか豚肉よりも鶏肉の方がカロリーが少ないのでそういったものにするとかね、それから鶏肉ももも肉を胸肉にするとか、胸肉をささみにするとか、まあいろんなね方法があると思うんですよ。まあそういったことの、まあ、積み重ねですからね、ある日1日あるいは1週間1ヶ月頑張ってもそれは大きく変わらないですからね、それを地道にやっていくしかないと思うんですね。はい、であとは料理の仕方もやっぱ揚げ物はすごく美味しいですよね。でも油で揚げるってことは当然ね、油を食べてることになりますからね、揚げ物はなるべく減らしていくと、それで揚げるよりは焼くよりは煮たり蒸したりするという方が油を使ってないですからね、まあいいと思いますね。でも揚げ物美味しいんですよね。揚げ物は美味しいです。私も大好きです、だから食べるなっていうわけじゃないんですけど、揚げ物ばっかり毎日食べてたりするとやっぱこれは体壊しますよね。その辺まず脂肪を減らすってことですよね。これは一番効率がいい食事制限だと思いますね。じゃあやっぱりあれですね、母はエビフライが好きだからいけないんですね。あー、なるほどね、大丈夫ですか、軟骨の唐揚げは。それは私。まあ気をつけてくださいね、それからね、まあ、ここは脂肪酸とか
不飽和脂肪酸の中でもトランス脂肪酸と言われているようなね、バターとかマーガリンとかね、そういうものはなるべく避けて、不飽和脂肪酸ですね、特にオメガ3系は不足しがちだっていうふうに言われてますからね、魚の油だとかオリーブオイルだとかエゴマ油だとかね、まあ、そういったものに含まれている植物性の油とか、脂肪酸が含まれているものってのはカロリーが高いんですよね。だから体にいいからたくさん食べるじゃなくて、どっかで減らしてね、まあ、そういうふうにしてもらわないとねいけないと思います、うん、健康はまず引き算ですから、はい、まず引くところから始めないといけないしね。うわー、朝食パンに分厚くマーガリンを塗っちゃってる母の姿をすごく今ちらついてます。それなんとかしないといけないですね、はい、あとはね、その油関係でいうとドレッシングにも注意してほしいんですよ。ね、ドレッシングですか、うん、ドレッシングってね大量に油が入ってるんですよね、ほとんどのやつは、はい、例えばイタリアン、フレンチ、ごまとかね、うん、まあ、ああいうやつはねやっぱカロリー高いんですよ、油がたくさんあるでしょ、はい、だから例えばシソドレッシングとかね、ああいうやつだったら油が少ないから、まあ、そういうものに変えていくとかね、それこそ塩コショウで食べるとか、野菜を食べてもそういうところで油を余計に取っちゃう、油断大敵って話なんですね。美味しいと思ってドレッシングならいいだろうってたっぷりかけてましたよ、うん、いやそれはね気をつけた方がいいと思います、はい、今脂質を減らしましたよね、うん、次にすることはですね、タンパク質を増やすってことですね。タンパク質を増やすんですか、うん、先ほどねエネルギー密度って話をしましたけど、はい、体の中に入ってきた食べ物ね、消化してエネルギーとしてね、運動に使わない部分っていうのは全部脂肪に置き換えるわけなんですよね。あるいはまあグルコースであればグリコーゲンって形で肝臓とか筋肉が溜め込まれたりまあしますけど、まあ、脂肪に変えるときにね、脂肪へ変換する変換の率がいいものと悪いものとあるんですよ。タンパク質を脂肪に置き換えるにはあちこちあちこち構造を変えなきゃいけないから、ものすごくエネルギー使うんですね、うん、だ 30% ぐらい失われると言われてるんですよ。そんなにですか。そうだから100食べてもですよ、70しか脂肪にならないってことですね。でしかもタンパク質っていうのはね、いつも他の動画でも繰り返し言ってるように、まあ、食欲がね少し落ちてきたようなまあ、年齢になってくると不足しがちなんですね、うん、そうすると体中全部タンパク質でできてますから、いろんなところに不調が起こってね、最後にはメンタルにもきますと、うん、鬱になったりタンパク質不足からきますからね、はい、だからタンパク質を進んで多く取るようにした方がいいですね。タンパク質ってそんなに重要なんですね。もうとにかく重要ですね。で大体1日ね、例えば体重60キロの人は1000分の1 60グラムタンパク質を取ってくださいっていうことなんですね。でしかもそれでうんと活動的な人はそれよりも例えば 1.1 倍 1.2 倍多く取ってくださいって話ですよね。それができない場合はね、サプリでも何でもいいんでタンパク質は取ってくださいねってことです。サプリとかで取る場合はね、動物性のものと植物性のものとバランスよく取ってください。まあそれは食事でもそうですけど、まあ、サプリでもそういう風になるべくした方がいいですよねっていうことですね。タンパク質って本当に重要なんですね、うん、もう何もかもタンパク質でできてるんで、とにかくタンパク質は栄養素というよりはもう体そのものなんで、体っていうのは必ず新陳代謝って言って古いものを壊して捨てて新しく作り上げて、そのバランスでできてるわけだから、材料がね不足しちゃったら壊れる方が多くなっちゃうわけですよね、うん、だから骨粗鬆症になっちゃったりするわけですよ、ね、髪の毛も薄くなるし爪は割れるしって話なんですね。だからまあそこのところはねタンパク質はしっかりとってくださいねっていうことですね。うわ、うん、タンパク質で私たちできてたんですねそうですよ。他にね蕎麦とかはいいんですよ、うん、蕎麦とかはいいんですか、うん、蕎麦はね実はタンパク質多いんですね。へえ、そうなんですか、うん、しかもね蕎麦殻の状態で引いていくわけですよね。そうするとねあれの中に食物繊維が結構入ってるんですね。へえ、だから蕎麦なんかは割とそういう意味ではね高タンパクで食物繊維も多く含んでるいい食べ物ですよね。それからね、はい、魚ね、缶詰の例えばサバだのイワシだのいろんなのありますよね、はい、ああいう缶詰もいろいろいい点があってですね、うん、まずタンパク質は含んでますよねたくさん、はい、それから魚の油には DHA とか EPA とかそういう不飽和脂肪酸が多いですからね、それも取れるじゃないですか、はい、うん、それからね動物性のビタミン D っていうのが含まれてるんですよ。免疫にも重要だし骨を作るにも重要だし、そして植物性のビタミン D よりも吸収効率そして代謝効率もいいって言われてるのね。そういうものも一緒に取れますから、まあ、割とねああいう缶詰はちょっとバカにできないんですよね。あ、そうだったんですね、うん、さて、はい、脂質の話をしてタンパク質の話をしましたが、ちょっと次は何ですかね。炭水化物そうですね炭水化物ですね
まあ、炭水化物に関してはね、どんな注意をしたらいいか分かりますか？炭水化物は食べ過ぎはダメだろうなと思いますけど、うん、いや炭水化物ってそもそも何かってことなんですよね。炭に水の燃焼するもの、うん、炭水化物っていうことなんですよね。言葉で区切るとすれば、つまり炭素に、はい、水素がくっついてるものですね、簡単に言うと、はい、うん、炭水化物を大きく分けるとね、はい、食物繊維と糖質に分けられるんですね。食物繊維と糖質ですか？うんうん、そうそうそう。だから食物繊維を炭水化物から引いた残りが糖質だってことですよ。そうなんですね、うん、例えばね、食パンとかね、はい、もともとは小麦なわけですよね、うん、で小麦はもともとはああいう白い粉ではなくて全粒って言ってね、殻に包まれてるわけじゃないですか。お米もそうですよね、玄米殻に包まれてでしょ。でああいう殻のところにたくさん実は食物繊維があるんですが、それをね引いて引いて引いてってやってきて白いものにしちゃうと糖質だけが残って食物繊維がなくなっていっちゃうわけですよ、うんうん、そうするとね、炭水化物だった小麦粉にしろお米にしろ糖質になっちゃうわけですね。へえ。そう、食物繊維がなくなっちゃうから、はい、食物繊維が不足するわけですよ、うん、全粒粉を使ったパンにするとか、うん、玄米に入った玄米ご飯にするとか、中に麦を入れるとか、いろんな方法あると思いますよ、うん、でも白いご飯食べたいんだとか白いパンが食べたいんだっていう場合は別に食物繊維取らなきゃいけないっていう話なんですね。炭水化物の中に食物繊維があるなんて思ってもなかった。あ、そうなの？はい、あるんですよ、うん、はい、で食物繊維ってどういうものに入ってるんですか？食物繊維を噛んでてなんか残るようななんかフキとかなんかそういうイメージしちゃいますけど、あ、まあ野菜ですよね、とにかくね、はい、一番多いのは野菜でしょ、うん、まあ、葉物野菜もそうですし、キノコなんかはね食物繊維が非常に多いですよね。うん、他にどんなものありますか？果物とかで、うん、みかんとか、うん、リンゴとか、うん、そんな感じですかね、うんうん、果物類ね、食物繊維たくさんありますよね、うん、だからああいうものもね、特に不溶性の食物繊維なんかはジュースにしちゃったりすると捨てちゃうことになるんでね、そのまま食べた方がいいですよっていうことなんです、うんうん、豆類も多いですよね、うん、あと海藻とかもそうですね、海藻にも入ってるんですね、うん、わかめ、昆布、いろんなものね、ああいうものも食物繊維たくさんありますね、はい、だからそういうものをなるべくね食べる機会を増やすっていうことが、まあ、それなりに大事になってきますよね。で食物繊維をたくさん取ると、はい、何がいいんでしたっけ？通じが良くなる、うんうんうん、そうですよね、はい、うん、結局ね不溶性のものはいろんなものを引っ掛けてね腸の方へ残ってくれるんで消化されずにね、でそうすると余計な糖質とか脂質とか、まあ、そういうものの吸収を邪魔するっていうことでね、それから便のかさを増すっていうことですね、うんうん、そうすると便通が良くなるっていうことなんですけど、あんまり繊維質の多いものばっかり食べ過ぎると、はい、今度は便秘になっちゃうんでね、バランスを取っていただきたいんですけど、はい、まあ、要するに、ね、いろんなものを分散してたくさん食べるっていうのが一番いいってことですよね、うん、他にどうですか、食物繊維のいいところ。なんだろう、まあ、だからね、そういうね糖質とか脂質の吸収を遅らせるんで、まあ、急激に血糖値が上がったりね、まあ、そういうものをこうなだらかにはしてくれると思うんですね。まあ、さっきね不溶性のことを話しましたけど、水溶性の食物繊維って善玉菌の餌になるって言われてますよね。うん、餌になるんですね。そうそうそう、だから善玉菌が食物繊維を食べてですね増えてくれるってことなんですけど、うん、その時にね、はい、短鎖脂肪酸っていうのを出すんですよ、うん、で短鎖脂肪酸って何かっていうとね、酢酸とか酪酸とかプロピオン酸って言ってね、要するに酢酸っていうのは、うん、まあ、本当にお酢ですけどね、うん、はい、短鎖脂肪酸が増えるとですね食欲を抑えてくれる作用があるんですね。食欲を抑えてくれるんですか？うんうん、ただまあそういうのってね人によって感受性の違いがあるんでね、どれくらい効くか個人差出てくるとは思いますけど、基本的にはね食欲を抑えるようなもう食べなくていいよっていう指令になってくれるんで、まあ、それもね重要なんですね、はい、うん、でねあとは食べ方なんですけど、うん、まあ、どの栄養素にしてもね、はい、これよく言われることですけど、よく噛んで食べろって言うでしょ。あ、よく聞きます、うん、なるべく細かく砕いた状態で胃に入れてやって胃の負担を下げようっていうのはもちろんあるんですけど、はい、何回も噛むことによって唾液がたくさん出てくるでしょ、うん、で唾液の中にいろんな、ね、酵素があってね、それと食べ物がよく混じって次の分解過程に非常に有利になってくるんですよね。だから当然ながら細かくしてから胃に入れるわけだから、まあ、いいに決まってるんですけど、うん、まあ、他にもね噛むことによって
運動っていう感じじゃないんですけど、はい、食事誘発性の熱産生っていうんですけど、要するに食事を食べることによってエネルギーを使うっていうことなんですね。だから、まあ、運動してるようなもんですよ、はい、で体の中の内臓も運動を始めるでしょ、うん、で消化液を作ったりとかそれを出したりとか前導運動でね食べ物をどんどん押し合っていったりとか、うん、消化管が運動するわけですよね、はい、だからそこでもエネルギー使うんで、例えばそのトータルの量が同じであればね、2回に分けて食べるのと3回に分けて食べるのだと3回に分けた方が運動量が大きくなるわけですから、うん、痩せやすくなるわけですね。単に噛めって言われて、あ、お腹のためにやってるんだと思ってたらそういうわけでもないんですね、うんうん、まあ、そういう点もあるわけですね、うんうん、いろいろお話聞きましたけど、三大栄養素である脂質とタンパク質と炭水化物でそれぞれに役割もあって、脂肪は減らしていくっていうことがまず大事で、逆に増やした方がいいのがタンパク質で、炭水化物はもし食物繊維がなく糖だけのものであれば食物繊維を一緒に摂った方がいいっていうことですね、うん、そういうことですね。いや、これを母に伝えて、うん、脂質を減らしてタンパク質をめっちゃ食べてもらって、うん、痩せてもらって若々しくいてもらえたらいいなと思います、うん、年を取ると確かにね筋肉が減ってくるし動きが少なくなるんでね、カロリー消費する機会も少なくなるっていうわけなんで、確かにね太りやすいし痩せにくいんですよね。ですが、まあ、そういうところも含めてね、何かその有酸素運動をしたりとかね、無酸素運動をして筋肉つまりエネルギーを消費する場所を増やすとかね、そういうことをちょっと考えていろいろ工夫していかないと、ただ数週間食事を我慢するだけでは痩せないですね、うん、総合的にやって体脂肪を落としていって元気な体を作っていってほしいと思いますね。時々 LINE の方でもいろんなお話を配信することがありますので、概要欄から私の公式 LINE のリンクを見つけていただいてね、 LINE の方でも友達になってくれると嬉しいなと思いますね。それからサプリメントなんですけども、ウィンビジョンプレミアムって言いますが、まあ、そういったサプリメントをですねちょうど今受付をしています。詳しい説明が書いてありますので、概要欄とそれから動画の最後のページにリンクを貼ってありますので、そちらも見ていただくといいかなと思いますね。梶原アイケアクリニックではスタッフを募集しています。眼科の先生や首脳訓練士はもちろん、資格がなくてもできることがたくさんあります。究極のサービス業、医療の世界で輝きませんか？私たちと一緒に眼科難民を救いましょう。詳しくは概要欄をチェックしてください。今日はお母さんダイエット話ですね。この三大栄養素ね、どんな風な工夫をしていくと体脂肪が落ちやすいかっていうお話をしましたけど、皆さんのお役に立ったでしょうか？役に立ったと思った方はチャンネル登録といいねをお願いいたします。ベルマークを押していただくと動画が上がるとお知らせがいきます。チャンネル登録するとベルマークが出てきます。それじゃあまたね。